第2章ですね中千台蘭、北条時行の廃止と、まあ、あの前川辰徳さんですね。えー、鎌倉幕府の別を特にこの辺は前川さんと稲川さんの間に、えー、大きな差があるわけではありません。中千台蘭の歴史的位置、中千台蘭というのは、まあ、あの非常にマイナーな蘭であって、あ逃げ上手の限りでも最初のところで、北条時行という人間は教科書で一度だけ見たかもしれないと。 でも一度だけ見たら忘れる。というレベルで、長澄田のラは非常に一瞬、瞬間風速なんですが、影響は大きいと。あの応募した影響は大きいと。つまり、この長澄田の乱をきっかけにして、高氏と後醍醐の対立。それから高氏が室町幕を作っていくという、そういう大きな影響があったと。で、こういうの背景には、北条氏を党というのが全国に展開していたということがあると。 津軽でも、えー、これ、第4章で、えー、詳しくやっ,てやってますけども、あの津軽にも、えー、北条氏の与党は、えー、北条氏の団党が挙兵してます。北畠秋は,はずいぶんそれに苦労してると。北畠秋、あるいは南部諸行きはずいぶん苦労してると。でさらに北条氏の与党の、も、えっ、ーまあえー、と特走、みゆき人やった安藤氏なんかは、北畠南部体制にいろいろと抵抗していくんですね。そういうような動きもあると。 ケム政権と統合ですけども、えー、ケム政権、これは法吉親王と北仏明を陸つの下校にさせたと。で、成吉親王と足利氏を関東に送ったと。関東に関して言えば、関東8国プラス伊豆、海の10カ国を鎌倉将軍府は、えー、担当すると。で、えー、そこで諸無沙汰、まあ、民事裁判ですね、それの権限を与えられ。 さらに関東久志番というのが置かれて、まあ、あの事実上、これ、久志番というのは、まあ、あのあの将軍家の敬語であって、将軍家は、は、えー、将軍家つまり、えー、成吉親王は関東の武士たちを、あのー、自分の敬語、えーまあ、軍事力として、えー、使う、そういうシステムができる。で、まあ、それを実際に担当するのは足利忠義というふうな形で、まあ、あの鎌倉将軍府 それから陸将軍府でも、まあ、これはあの第4章で詳しく言われますけども、あの王の武士や甲斐の,の南武士、あるいはあの王の伊達,伊達などのそういう武士たちが、四季表情集という形であの参画して、陸、ま、奥、あ、にも鎌倉にも小幕府というべきものが出来上がる。これ、小幕府というか幕府ですよね。<laughs> 全国展開しないからまあ小幕府なんですけども、将軍がいて、 執権がいてというそういうあの完全に幕府的な存在でいますね。まあ、幕府と言ったらちょっと前後で将軍府というかし,してますが、えー、幕府とは何,何かとまだ出ませんけども幕府とは何かと、えー、東島誠さんの幕府とは何かは出ませんけどもこの陸奥将軍と鎌倉将軍についてはどういうふうに考えられるのかというのは非常に興味あります。はい これ、小幕府というふうに、まあ、だから私も、えー、ずいぶんねあの、これちょっと考えてましたね、どうしたのか忘れたけど、<laughs> 忘れるなよ忘れましたけど、で、建武政権の失敗、憲武政権、まあ、言うほどむちゃくちゃなもんではないにせよ、えー、いろいろ問題はあったと。前川さんはここであの、要するに臨時絶対主義を取った一方で、バータレ的な臨時の発給。 が行われるとであの例えば前に出した臨時のことこれは事実みたいであって後醍醐があのむちゃくちゃなんかそれなりにシステムとしてはちゃんとしたものを作っていったんだけど、まあ、実際の運用はむちゃくちゃとのは事実みたいですね後醍醐は実際の運用はもうむちゃくちゃやったと。場当たり的な人臨時発給で兼務仕組みは偽臨時というふうに書かれてるしこれ太平家や高輪場所のどっちかの教科ではあの認証がされてる教科では書くばかり垂らされて たらさせたまう、えー、人間の汗の孤独になど流れるんと。いう形で、汗のようになぜ流れてしまうのかと。これは人間間のことしと。いう言葉。要するに天皇の言葉、あの王の言葉、皇帝の味方の言葉つうのは、人間つうのは汗のようなものだって、一度出したら引っ込まないと。いうことですね。人間間の間のことし。いう言葉あるんですけども、それを皮肉って、 明日の覚悟ばかり垂ら,らさせたままを人間の明日のごとくになどを流れるなと。明日のように流れて,てし,まうしまっているというですね、人間観のことし。人間、あの、場当たりには臨時発揮が行われていて、その結果、臨時の正当性の疑問が人々に出,出回ってきて、やばいと。でさらに、えー、臨時は自ら効力を限定する形で臨時と発揮されていくわけで、臨時が自らどんどん首を絞めていると。 臨時の運用に関して明らかに失敗ある。これが原因になって政権の求心力が低下しだから、まああの、非現実的なシステムではなく、後醍醐の場合の失敗は、場当たり的な運用がむちゃくちゃなので、まあ、後醍醐がこういう場当たり的な運用で失敗していったのは、 結局、まあ、五大号に全ての権限が集中していたということと、お、ま、そ、あ、らくちゃんとしたシステムがまだ出来上がっていな,い,い,ない中で、五大号がガーッと一生懸命頑張ったらもうできるわけがないとで。そこに高尾寺の不参加、これも大きかったというふうに言ってあります。まあ、高尾寺は厚遇はされたが、排除されたのか、あるいはあの自ら協力いたのか、いずれにせよ高尾寺本人は、 どの程度かというのは議論ありますが、マイさんこれ高尾氏が参加しなかった、高尾ジは不参加、これが結局政権にとっては良くなかったというふうな結論に達しています。その中で盛岡市の失脚ですね。えー、五代五代による暗殺計画があって何回か計画されたというふうに言われています。 まあこれに関してはあの本当かどうかちょっとわからないですけど、後醍醐天皇が高寺のことを非常に危険視して暗殺計画を出したという話はいくつかあって、まあ、あの小説でもそうや、あの山岡宗八の新太平域ではその説が取られてますね。それを失敗して、結局後醍醐はあの森吉信に罪をかぶせて、えーまあ、森吉を、えー、処分してしまうということですけども、まあ、高寺の暗殺計画というのは行われたが。 え結局、高尾氏とあの連氏の残言で森吉は失脚したというふうに言われています。まあ、このあの連氏の残限というのは、太平記に書いてあることであって、本当かどうかとしては、ちょっとあのどうかなとえ思いますが、あの要するにまあ常吉親王を皇太子にしたいあ、のあの連氏にとっては森吉邪魔だったという理屈ですね。まあ実際どうなのかなと思いますけども、森吉親王が失脚したのは、 高氏頼の連氏が残限したというのは、これはどうかであって、そもそも後醍醐と森吉の郎というのは、もうすでに高氏はどうのこうのとか、あの連氏はどうのこうのということ以前に、えー、森吉親王と後醍醐の関係というのは、両親のものとかって、既にガタが来たんじゃないかという話はあったんじゃないかなと思うんですけどね。その背景としては、森吉親王の勢力が実は小さかったと。そんなにあの 高氏にとって変わるわけはな,いな,ない以上、森吉氏に侍大将を任せるわけにはいかないと。さらに後醍醐は高氏の強大さをこび,びいて暗殺家が失敗したということで、まあ、これも私あの、実在性はどうなんかなと実はちょっと思ってるんですけどもね、ただ自分もその詳しく見てらないから、あ,のあまり言、まあ、えないんだけども、後醍醐の身代わりして、森吉氏親王というのは差し出されたんじゃないかと。 後代後政権をこう維持するためには誰かスケープゴートを出さなきゃならないと、そのスケープゴートと選ばれない、まあ,あの、太平記で、えー、森吉は高氏よりも指定が恨めしいというふうにあの、帝が恨めしいというふうに言ったと言われてますけども、森吉などうも高氏にたの、えー、対して非常に心配していたと、尊氏の存在やばいと、高氏の排除を目論んでいたと。 まあこの辺に逃げ上手の限りでも、あの、非常にスリリングに描かれてますね。森吉親王が、えー、まあ、高尾寺を非常に危険視するという動き。で、森吉親王は、えー、まあ、捕獲されて鎌倉を送りになります。で、西園寺金宗の計画。西園寺金宗は五代五の暗殺計画を立てています。まあ、あの、高時の弟には水位をかくまって、 とと連携するというそういう見込みであって、えー、西園寺金宗はあの後醍醐西園寺、えー、現在の金閣ですね一六音寺に呼んで、えー、そこで暗殺を計画したんですけどもこれは弟の竹林、えー、金重の、えー、密告で露見して、えー、金宗は土砂草に紛れて処刑されると恩類なる派だったんですけども、えー、それを運んでいく長々と死が 早くという言葉を誤解したふりして、紀、えー、文を殺しちゃうという形であって、室町幕府の流罪って、実は結構、京都を出たあたりでバスッと殺しちゃうんですね。室町時代に結構流罪というてなってるやつのかなりの確率で、えー、京都出たところでズバリと殺されてる。それの走りかなという気もします。要するに死刑 にすると、えー、いちいちこうなんか当時の指揮はきょ公開処刑ですからまあなんかこうやって河原にいろいろやってなんかこうめんどくさいけどもルザイ言うて言うといて知らんうちにしっぽっと殺しちゃったらその,そのままでみんな忘れるという形で便利だったみたいですね金棟の場合はあの、えー、一応クゲですから処刑しにくいんですよねだからあのルザイという形にして後、えー、であっ,さあっさりと、えー、殺してしまうと えー、聞き違えたふうにしししてて殺まうとこれ、太平家によると、なんかあの奥さんとこう別れを惜しんでいる、でいつまでも牛車に乗らないと。それを毛ビ医氏が、はようと言うたら、はよう、切れとみかと言って、な長年がばっさり切り落としたという話なんですけどまあ、あの後醍醐から、こっそりあいつ殺してしまえという話はあったんだろうなと。で、えー、北条時行の挙兵ですね。1335年。うん えー、時機スワ諏訪頼エらが挙兵しています。信濃守護の小笠原定盛を撃破して、7月に進、えー、軍開始。まあ、これあの、いつ挙兵したのかという6月だろうと、7月に後醍醐がああの時々を撃てという命令を出してますから、まあ、それ以前には、まあ、進軍してたんだろうと。まあ、これは最近、あの鈴木美子さんという方が中行新書で仙台のランツのを出して、これがちょうどあれですよね、逃げ上手の若君が出る。 出た直後にこの本も出て、ものすごいタイミング、まあ多分偶然なんだろうと思われますけども、えー、ものすごいタイミングで、長仙台のランの中高新書と漫画が出そろうという、えー、ことになって、長瀬殿のラン、えー、これはうまくいき、ありません、ね。で、ここで前川さんが面白いこと言ってます。様子をめぐる紛争の長瀬殿と。要するにこれは、あの、 どういう連中が中仙台の乱に、あの、投じたのかとですね。小栗重貞という、えー、日立陸平氏の所の人間がいます。まあ、常陸平氏の所有ですけども、あの、領地自体は彼は、あの、下野の国です。で、下野の豪族である長沼秀行と、えー、揚水での紛争が起こ。で、揚水紛争を抱えていた小栗重貞は、あの、特急機に味方します。 相模川で寝返っちゃって、高尾寺にくっついて、以降、高尾寺派として活躍している人物がいるんですけども、この男、なんで時々に組みしたかというと、どうも、建武政権で、この長,間長沼秀行は倒幕に活躍して、所領安堵されたと。で、その小栗重貞が、誰かあの上流におったんで、その様子をめぐって、長沼が建武の申請に訴えたら、小栗重貞の依頼を停止せよと、臨時がやってきたわけです。 重定からすりゃ、この長沼秀行が、建武政権で活躍、あの、鎌倉幕府と僕にちょっと活躍しようったせいで、わしひどい目に遭うてるわと。えー、しかも、こいつ、結構お気に入りやから、このまま建武政権続けば、俺、自利品やなと思ったのがあるんですよね。だから、あの、よ時行から高氏というふうに言った。時行から高氏がやるのは、彼にとっては、要するに、いずれにせよ、発見した、建武申請に対しての不満があったと。 いう形であってそういう人々が、えー、結構、中仙台の乱を支えていた、兼武政権に対する不満層がを救い取ったということが言えると。で、えー、武蔵府中の戦いでは、小山秀友と時竜義軍が戦っています。秀友は戦死しています。えー、中木原の戦いでは渋川市世、今松姉というあの、えー、関東久し藩の人間が戦死しています。でえー、7月22日足利は 伊出井沢であの大敗し鎌倉から逃げていく時に森吉親王を、えー、殺害しています。まあ、これに関してはあれですね森吉親王をそのまま置いていったりとか森吉親王を連れていくにしてもどっかに姿をくらまされたりしたらしゃれなわけですね。要するに時行軍に擁立する可能性があったということです。でこの段階で、えー、忠義はあのまだ後醍醐天皇 裏切るつもりなかったんだよ、要するに森吉親王が、ただからこれは思うんですね、森吉親王は高氏と対立したという太平記の見方というのはそうじゃないかと私は思います。これは森吉親王というのは、要するに、うんまあ、五大醐と対立して、で正義に預けられたと。森吉親王がもし敵の手に落ちたら、これはものすごくよくそるならあのは、森吉親王は積極的に北条時行に擁立される可能性があったということはまあ言える。 7月24日には、えー、佐竹家瀬氏が鶴見で時行を迎撃して敗北しています。もうこれが最後ですね。翌日には北条時行は鎌倉に入っています。それに対して足利尊氏が下校、えー。7月25日、時行が鎌倉入りしてますが、8月2日、尊氏は京都出発。この時にに尊氏はですね、征一滞将軍とかを要求したんですが、後醍醐はそれを拒否すると。 五代五の曲可を得ないまま、高尾寺は京都を出発。同日には近江の国の野に到着え。現在の南草津ですね、の寺津は。立命館のあらたりですで、えー。近江の国の四十九院から、翌日には美濃の国に樽に入り、尾張の国下津から尾張、えー、の国に果て渡ず。でここでは遠藤の国。ここで、えー、時行と合戦 で12日には東東海と駿河の国境付近で合戦があり、14日には現在の駿府、静岡で合戦がありました。17日には箱根で合戦。ということは、どん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 高氏は特急機群をことごとく撃破して鎌倉に迫っていることがわかりますで。18日、相模川で合戦が行われ、この相模川の最終防衛ラインを突破して、19日に高氏は鎌倉に入っていって、中仙台の乱は、 えわずかあの、まあ、20日仙台と言われるように、ほんまに20日ちょっと超えたぐらい、25日に鎌倉入って、19日に鎌倉没落ですから、まあ、25日ですけども、20日仙台とも言われるように、1か月足らずで、えー、時々は鎌倉から脱落していくと。 特急機に組みした人々に、あくは足利かお関東下校祝次第、合戦次第、下校祝、下校祝次、合戦次第という、えー、足利高尾寺すみません、もうペンやすい、あし関東下校祝次、合戦次第という資料がありますが、ここに公認のリストがあります。これは前川さんはでどうせ読んだわけではありません。 つまり、これは時々言われたのにさ、そこに千葉や天の伊藤という、そういう人々が目に見える。つまり、南関東の武士団ですね。えー、彼らが時々派に属していたことかは分かると。まあ、この背景には、建武元年の3月に、えー、本間、渋谷といった、えー、相模の国の武士団が反乱を起こしあ、武蔵か。 江戸火災といったものが8月には放棄するなど、南関東の方が特に旧幕府型として刑務政権、抵抗し続ける人々が多く、そういった連中が時受けたを支えていたということが言われています。で、えー、三浦一族の総国。 三浦時明時継府氏は時行に寄り切ってこれもだから結局相模の有力者である三浦氏は時行に味方したんですね。結局、まあ、あの関東南部は結構鎌倉幕府の残党が多いと。ところがこの時明の次男時継の弟の佐々蔵は高尾氏に誘動していますで。彼は後に京都の鴨川原で,で戦死してますから、まあ、彼は高尾氏にいたと。 いうことで、あの三浦一族は親子兄弟で分裂しました。時行きと高次に分裂したと。さらに足の森和と足の森隆は、えー、片瀬岩の戦いで戦死しています。まあ三浦一族もあの敵と味方に分かれたりして、えー、この戦いでは非常に苦労した。まあ南関東の人間つうのは、えー、そういうふうに長津の乱では結構難しい立場に追い。 あの追いい詰められていくと9月に三浦之助入道一族24人が熱田に、えーまあ、船で漂着したという記録があります。で熱田大宮司は、えー、彼らを捕らえて処刑しています。時機は逃亡し、諏訪頼重は、えー、戦死するという形になっています。まだ逃げ上手の鍵みでは、諏訪頼重は戦死するという形になっていそろそろネタバレにな,な,な,なりますが、諏訪頼重は戦死、えー 時行を、まあ、あの鎌倉から逃した宗理は、えー、戦死します物語はどうなるかわかりませんが戦死しますで時行は、えー、逃亡します時行はその後しばらく姿は見えませんが1337年時行は南朝方に投じます北畑が紀江のもとに参加したみたいですね北畑は紀江に従って、えー、後醍醐天皇に、えー、まあ秋を通じて使者を出し父高時の罪を謝すと えー、それに対して後醍醐天皇から高時の罪を許し今後宮家として支えろと明恵に従って鎌倉を奪還しますで、えー、そのまま時行は明恵と共ととに青の川の戦いで活躍これ第4章で私が言ってますけどもその後石津の戦い石津酒浦の戦いにも時行はどうも参加してます明恵の背後を支えて泉の国で、えー、軍事活動が見られますただ明恵の,の戦死後 えー、時々の,の,の姿は見えなくなる。で、おそらくはあの関東に向かったんでしょうから、おそらく北仏、近房、のりおし、新野羅とともにおそらく関東の方に向かったんだろうというふうに思われます。時々は守備を関東に、えー、帰ることができると。で、次に彼の姿が見えるのは、えー、いきなり時代が飛んで1350年です。日田義宗、日田吉岡とともに挙兵し、鎌倉攻撃してます。これ、あ,のあれですよね。 あの北仏家、これあの、まあ、第4章でまた言いますけども、北仏家、これ、第2章では言われてませんけども、第4章で言いますけども、実はあの北仏家、この青野ヶ原で戦って勝った後伊勢に行っちゃったら、ら日るに新田裕の連携を選ばなかった理由について、えー、秋江軍に北条時行がおった、時行は日田四との連携は仲間があるだろうと。 思ったので、という話があるその、それはないですよね。だって、あの、日豊島、日豊正義と、これ吉田の次男と三、さん、なん、あの、次男、次男。こちらは次男ですね、えー。で、こちらが三男ですね。三男で立着なんですね。あの、日豊宗、日豊正義、兄弟と一緒に戦ってるんですから。時行が、え、南朝に行った理由は。要するに。後醍醐は高時を滅ぼすのは仕方がないと。だから高尾じゃ許せないと。 いうことですね、時々に言わせると、後醍醐は仕方がないと、高氏は許せないと、直接手を下した高氏は許せないと、あの最後は鎌倉辰之口で、翌年1353年ですね、あのこの鎌倉大易、この鎌倉、一旦この占拠するんですけど高高氏に交易されて、彼は再び姿をくらまし、で、翌年、鎌倉達辰之口で家臣とともに処刑されてしまいます。 これで、時、え、々、ー、時々は、ま、北条氏の、まあ、あの、血縁を与えたと。時々の子孫を名乗る家、つうのは、あの、堀越久保の悲観の横井という家が時々の子孫なんですよね。まあ、有名なところでは、あの横井湘南が、えー、出ています。横井湘南ですね。あの、解明的あの修士学者である横井湘南が出ています。それから、あの北条、 藤綱の性質が、えー、この横井じゃないかとも言われておりさらには伊勢総随の関係者にこの横井の名前が見えることからあの伊勢総随の、えー、子孫があの伊勢伏て北条になる時にはこの,この時行の子孫の横井氏時行の子孫を自称する横井氏との関わりが何かあってこの北条になっている可能性はまあ指摘されています。 この辺はあのもう南北上道の話から、えー、あのどっか行っちゃってますし、もちろん前さんこう話は書いてませんけども、一応まあ参考までにということで、えー、以上です。憲武政権ね、はい、政治混乱してますけどね、はい、これ朝廷って西国担当である程度政治してたんでしょしてましたよ。じゃあ、経験は ななないいいわけじゃないんじゃゃんですすか、うん、経験ありますよあのこれなんかあの参考書とかではあの朝廷は100年にわたって政治してなかったんで混乱しましたって書いてあるけどなわけねえという西国方面とかあのちゃんとやっとるこいつらはただ後醍醐は臨時絶対主義を持ち出したのがまあ失敗なんだなという結局土地の,あの要するに原稿没収の時にあれですね後醍醐はそのと土地 土地政策で、要するに臨時がない、とりあえずあの全てのは臨時を得てからにしろ言うて言うたら、それはできるわけないんですよ。で、慌ててあの軌道修正すると。<laughs> という形だって、最初に五大があがぶち上げた理念がでかすぎるっつうかね。というのはあると思うし、で、最近なんか五大悟って結構まともだったんだよという意見があるんだけども、私は実は、 やっぱりこいつおかしいよと <laughs>。やっぱりこいつおかしいでと <laughs>。どこを見てまとまったと言ってるのか私は言いたくなりますね。いや嫌いじゃないですよ、私は個人的には <laughs>。でもこいつおかしいだろうと。質問が出てますが。 これあの例えばね、あの杉見さんはあの何年生まれか言うたら1331年言いますから、実あのもしそうやとしたら 4, 4歳ですね。逃げ上手の陰意味ではあの一応1300、あれは23年23年か24年ぐらいになってきたのかな。実際に活躍した実態と言いますか、子どもの頃あはそんなもんあの実態ないです。あの どの説をとってもあの完全にあの諏訪頼重が担ぎ上げてる飾り物ですね。はい、い北条時行自身が指揮をとったとかうとそういうもんではないと。全くないです。あじゃあこ将軍府の親王みたいなもんなんですね。そうですね、うん、よりりよしもちょっとあの 金沢文庫に1331年にあの高時の子供が生まれたという記述があるんでそれがおそらく時々だとしたら彼は1331年生まれ1335年だけでは満4歳あの極端な話を言ったら1337年にお醍醐のもとに死者を送ってお醍醐に寝返ったっつうのも 時行の医師がどんだけ働いてたかと問う時も、千三百三十七年やったらまだまだ子供ですよね。<laughs> 北畑家明のね、はい、軍に参加して京都の方へ行ったんでしょ、はい。でその時は本人というよりは北畑時行グループがグループうんの大人たちがもうこれは方針変えた方がええと、そこでしょうねこれ。うん、北畑家明についた方がええと。 だ、うん、すね高氏に就くという選択肢だけはないと。うん、で最後の新田の子供たちと組んだ時はこれはもうちゃんとした自分の意思で動いてると思います。長崎駿河四郎とかそ長崎駿河なんとかってやつらと一緒に殺されてるんで、まあ、そ長崎市とかそういう連中あるいはあの諏訪とか。 えー、そういった人々が多分ん時置を支えた人々でしょうね、これ。で、さっきの話に戻るんですけどね、はい。鎌倉幕府では西国担当って、どこだ徳んだ大でしたよね。そうですね。はい、で、朝廷もなんか誤佐賀の時に裁判に誓われたって言ってましたよね、前。言ってました。はい、で、これ、裁判所2つあったんですか ?2 つありました。で、これね、面白いのは、どちらに訴えてもいいんですよ、これ。じゃ西日本の連中は、 朝廷と徳川短大と選択でできるんですかそうそう。さらにあの朝廷だけじゃなくて本所の裁判所もありますからね。だから中世の裁判所はどこに持ち込むか、勝手そうなところに持ち込むんですよ。どれもこれも、いわば地裁レベルです。だからいきなりそこに持ち込むんですよ。<laughs> 自分の勝手そうなところに持ち込むんですよ。 極端話言ったらあの、違う判決が出てくることも当然あるわけですね。六原と朝廷で違う判決が出ることも当然普通にあるしで。そういうものであったとしても、朝廷は訴訟などやってたわけだから、土地政策に関して全く経験がないわけじゃないんですね。うん、でそれをやってる官僚、組織もあったと。あった。じゃ彼らが動けるようにしてやれば、こっこまでせず混乱にはならなかったと。 うん、でもうちょっと時間が、このなん千段乱がなかったら、極端な話、みんな不満持ちながら、兼務政権、ブツブツ言いながらだけど、そのうちに幕府も割れ出した可能性もありますよね。幕府がなくなって、幕府を潰した、その後始末をがーやってる、わずか1、2年ですからね。考えたら。1333年の5月末、幕府存在しとったわけだし。 でそっから1330年にようやくあのさあ建武政,政権始めますよ言ってスタートしてであのそっから1年半で結局潰れちゃったわけだからまあそれ考えたらなんか先代の乱なかったらもしかしたら建武政権はうまく回ったかもしれないですよねいや鎌倉幕府が潰れてしまってもこういう旧北条グループとか寿命院島さんとか、うん そういう反五代五グループがいっぱいいたからそっちの対応せなあかんかったんですね。そうですね。それでもう暗殺とかそんなことまで考えてるやつもおるわけですし、うん、貴族の中に。うん、まあそれでも時間が経てば官僚組織がちゃんと動き始めて、なんとかなったかもしれないと。なったかもしれない。で、現にあの北畠昭家とかはあの、この津軽の北条氏の,この残党とかをなんとか。 降伏させててににつけけいくことにも成功してるわけだからそうすると北条時行という子供を抱えて旧幕府の残党たちが立ち上がったというのはこれは結果においては大きな部分になってしまったと大きく変えたんでしょうね <laughs> 次に森吉親王ですけども勢、はい、力が意外と小さかったというのは楠木とか赤松とかその辺を 抱き込んでても大したことはなかったようなんですまあ,あそれは足利に来れた小さいでしょ須藤木高松くっつけても多分京国にも及ばないで後醍醐天皇家というか朝廷には森義以外に真っ当な武力持っているのはいないんですか高尾寺 <laughs> 足倉高尾寺 <laughs> そ鎌倉幕府から来た人で京都系にはいないんですか チグサ,<ん>サとか。チグサは貴族ですからね、あれ。うん、武力は大したことない。ない本人は喧嘩好きでも。本人は喧嘩好きでも、そういう武力はない。北畠は、もうあれも貴族ですから、要するに結局、南部とか伊達とかを味方にしてるだけですからね、あれも。森吉新郎っていうのは皇太子になれる可能性はなかったんですか多分ないと思います。出家してるから。 母親の家が近く家要するにあのもう天泥雑に回した段階で、多分後醍醐はここに行為を持っていく気はない。うん、あのこの元族自身、森吉に外と,と、まあ、出家しろよと言ってますからね、後醍醐は。とか、それを森吉が拒否したことで観客化してるわけですから、森吉はなるつもりだったんでしょうね、これ、多分まあ天皇に。うん。で 減速してきたけど、もう一回出家制と言ったわけですか。そういうわけです。でも、この人に持っていく気は全くなかった。うん、だからお前なんで減速してんのという。まあ、出家したやんかと。お前なんで減速してんのと,うてんと。うん、んんのという気持ちでしょうね。うん でも森吉に分けて勝てたのにね五 <laughs>、うん、大子にしてみれば森淳はあくまで自分の駒であってあの結局五大子は多分あの基本的に上位する気ないんやからそんな森淳みたいに年の近い人間じゃ困るんだろうねとか <laughs>、はい、母親は誰なんだろうねという五良氏のケタバタケチカの関係者という説もありますからねこれケタバたき系の人ではあるみたいですね、うん、人間関係では、はい、なんかさっき質問で 北畠さんみたいに、公家でありながら戦場に行った人はいるんですかという質問があの北畠騎兵衛はがっつり戦場にいたかったわけじゃないですよね。あの最初の時に珍重将軍やれ言われた時に嫌がっとるんですよ、北畠騎兵衛さんは、菅近房さんは。ところが、後醍醐から今後は公家も武家もないんだ言われて、はい、分かりましたと。だからまあ、昭恵にしてみれば、た不満足な動きでしょうね。 で多分脇江自身に軍事的才能が、じゃあそんな21歳でその軍事的才能があるかいったら、多分彼の場合は、あのそういった問題を例えば、南部諸行とか、伊達さんとか、結城宗弘とか、そういった人々はちゃんときっちりあの側近に人を得ていたというのが大きいかなと思います。 おそらく、秋キはそういう時に、あの、結城宗とかの言い分に対して、俺はこう思うんだと、多分言わずに、理想的なトップを果たしてないかなと。多分その結城宗広とか、南部諸行とか、そういった人々をうまく使ったのが実情じゃないかなと思いますね。そういう意味で秋江、秋キのアキエンサイはのあったと。で、あの、さらにもっと大きな話を秋っはすると。まあ、分バックには近ふさがおったと思いますけれども。 だからまあ、ほかにそこういう人は、だから憲武政権では、あの五代五派にはちょぼちょぼ、四条高須さんの、先ほど出てきた四条高須さんのおの四条高須家も八幡の戦いで、あの権村神天皇を守って戦死してますし、千草忠暁なんかも戦場で駆け回ってるし、あのそれから春日菊にっつうのは、あの北畠家の同系、 まあ、あの文とかあの一文だと言われてますけどもこの春日菊に通じ人物も関東で随分活躍したりしてますから武政権側にはあの結構います五条入本とかもそうですし、まあ、金吉の自身も自ら戦場にがっつりいたんでそういう人物はただそれ以外ではあんまりいないんじゃないかなあの昔昔は清少納言の兄貴みたいにあの自分で好き好んで武装して暴れるやつはいたみたいですけども。 不芸なのにがっつり戦場ということになると、後醍醐の周りには結構いる。まあ、それ以外はあの巻き込まれたりしちゃった人はいるけども、難、ま、聴、あ、はにはい,いますって感じですね。陸、は、奥、い、将軍府とか鎌倉将軍府の将軍ってのは何将軍なんですかえっとねあの、成吉の確かあいたしか征夷大将軍だったんです。 征夷、ね、大将軍というのはいたんですね、この時代に。うん、あの森内は最初に正夷大将軍なってますからね。あそうね、ですぐやめて、で、この鎌倉将軍府の将軍は正夷大将軍やと思います。正統、うん、将軍やと思うしれないけど、確か正征大将軍。うーん。だ別に正夷大将軍はそんなにめちゃくちゃ大事か言うたら、あのあつうか逆に言ったらですね、鎌倉将軍府なんかは。 幕府じゃん聖 <laughs> 大将軍がいて、地域 <laughs> を支配しているんだから、ただ、あのー、日本全体はどうたらこうだけども、案外、検問体制で見る鎌倉幕府とあんまり変わんないじゃないかとか。あ正義鎌倉幕府、そんな感じでしたもんね、そう上級のラマでは、いいとこはではそんなもんですよ、はっきり言て。 あれも鎌倉幕府言うてもあの問題ないしもうあの室町幕府の鎌倉府もあれも幕府です要ねは鎌倉幕府成立1180年説なんか取ったらもう。で鎌倉将軍府はその80年よりは幕府ですよね。83年程度には幕府ですよね。うん 中国への守護、地頭はないけれども、というのも関西には地頭、あんまり置かなかったわけだから、西日本には。あでも、兵士木管領には置いてるのか。男の北条ブランドっていうのは結構生きてたんですね、その後生きてますね。これ横井昌男なんかね、なんで、ね、北条の、ね、三つの横のマークをおかもにしとんかと、初め、疑問に戻ったんですけどね。 一応北条の子孫時々の子孫治ってますからね <laughs>、うん。あの信憑性あまりないんですがね <laughs>。だけどもその北条の子孫ですべて胸を張れるようなね,ね幕末においてああそれぐらいのブランド力はあったんやなと。ああ